落ち合いです。最初の打席は何かこう生きたボールを見に行っただけという感じの、見送りの三振でした。まあ今日あの試合前来ましてもね、もう今日は打席に立つだけなんてことを言ってましたけどね。はい、まあ、でもやはりあのまだね完全にこの打ち込みはそう少ないですよね、はい、実戦の球をですね、でもこう見てますとやはり堂々としてますよね。そうですね、まあこの人なんかはあのもう十分ね開幕を目指してますからね。第1打席は6球投げて見逃しの三振。まだ山崎さん1回もバット振ってませんよ。振ってませんね。ただボールを見るだけっていう感じですね、うん、今ね。おお、際どいところ、これコースが少し外れたようです。と同時に山崎さん、こうやって違うユニフォームの相手と対することによってその緊張感っていうんですか、はい、それもあるでしょうね。そうですね、やはりそういう意味でもやはりこういう生きた球を見て、どんどん緊張感を持ってくるというのも大事ですね。結局生きたボールを見てきただけという感じの落ち合いですが、結局また1回もバットを振りませんでした。立つだけなんてことね、言ってましたけどね。はい、まあ、でもやはりあのまだね完全にの打ち込みはそう少ないですよね、はい、実戦の球をですね、でもこう見てますと落ち合いです。最初の打席は何かこう生きたボールを見に行っただけという感じの、見送りの三振でした。まあ今日あの試合前来ましてもね、もう今日は打席に際どいところ、これコースが少し外れたようです。と同時に山崎さん、こうやって違うユニフォームの相手と対することによってその緊張感っていうんですか、はい、それもあるでしょうね。そう、まだ山崎さん1回もバット振ってませんよ。振ってませんね。ただボールを見るだけっていう感じですね、うん、今ね。おお、やはり堂々としてますよね。そうですね、まあこの人なんかはあのもう十分ね開幕を目指してますからね。第1打席は6球投げて見逃しの三振。